皆さんこんにちは、朝バー亀仙流チャンネルの朝バーです。やばくないあれ、やば扉開いてる、扉開いてるあれ、やばい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 、いきなり収録始まって、収録始まって、今ちょっと隣走ってるトラックが後ろの扉開いたまま走ってたんで気づくよね。でもあれね、普通にね、音で、それあれはまずいんじゃないかな、おまわりさんに見つかったらね、タミヤさん、うん、危ないな、あれ取り締まらないと。というわけで、はい、朝バー亀仙流チャンネルの朝バーと、はい、畑っちのラジコンチャンネルの畑っちです。はい、今日はですね、吉見で、埼玉県の吉見、ラジコン館吉見で行われた、ミニッツ地元チャレンジにできた今帰りとなっています。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあまあ、なんていうか、ちょっと意気消沈というか、なんだろう、もう気持ちよく帰ってる人はいないですよね、多分。そうですね。すごかった。なんかヤンさんがすごかったね、今日はね。すごかったね。調子すごい良かった。ダブルポールで、うん、ナローも優勝して圧巻だったなっていう感じで。ですね。じゃあ畑っち、感想の方お願いします。いや、もう一言で言うと実力不足でした。まあ頑張ります。いやでもね、やっぱりね、なんだろう、いや車もそうですけど、車じゃなくて単純に腕の差をすごい感じました。やっぱりね、慣れない路面、慣れない環境、あまり吉見の経験がなかったので、そういう、それにそもそも自分のね、腕も足りてないっていう環境で、ただもう周りの人にいろいろ勉強させてもらった、そんな一日だったと思います。はい、で、まあ、タミヤさんと中志さんなんかも今日は、まあ、ナローワイド走ってて、まあ、レース終わった後も結構いろんな人にセッティング聞いてましたけども、どうですか、勉強になりましたか。早くそれを試したいですね、次。中志さんはあれですよね、岩田さんになんかワイドのなんかお話聞いてましたよね。聞いてきたんで、なんか役立つ感じありました。まあ、今ちょうどセッティングの中でタッチングダンパーの硬さとかもいろいろ考えてるところなんで、その話聞いてきたんで、次はそれを試したいかなっていう感じですね。でもあれですよね、ワイドで結構今ワイドの人たちってみんなロールダンパーセッティングにしてますけど、カリア別にロールダンパーにする気は今のところないんですよね。今のところはないですよね。そう、それで岩田さんのオープン車両が実はフリクション仕様だったんですよね。あれ意外でしたけど、だからそこら辺からのデータっていうかフィーリングが、フィードバックがあったんですかね。そうですね。桑田さん、タミヤさんなんかどうですか。ワイド車両のドアカバー、はいはいはい、あれがね、なんかロットによって、ああ言ってましたね、違うっていうことで、僕のワイド車両ね、なぜかねネガキャンになったんですよ。それをカネヤンに指摘されて、ドアカバーって何ですか。フロントのこのナローとかワイドになるこのカバーあるじゃないですか、あれですよね、下のパネルの部分、長さが違うの。僕のと比較したら1ミリぐらい差ありましたよね。あれはびっくりとか、あれに気づくことがすごいですよね。ね、すごかった。だって1ミリぐらい違ったらもう全然違いますもんね。だってオフセットで1ミリ変わっちゃうって話でしょ。そうなんですよ。でもね、それ自分で使ってたらなかなか気づかないポイントですよね。人と比べないと。というようなこともやっぱこのサーキレースがあって、いろんな人が集まるとなんかいろいろと気づくっていうか、教えてもらえることがあるんですよね。実際、なんだろう、正直なんか偉そうな感じになりますけど、今乗ってるこの4人のメンバーって割とみんな上手いと思うんですよ、一般の人からしたら。その我々が、まあ、ある意味フルボッコにされたっていうのはすごい環境に今日行ったのかなって気しますよね。でこう一から勉強させてもらえるみたいな、ある意味でなんか幸せだなみたいな、ドライバーの人たちがいろいろとセッティングしたものをちゃんとフィードバックしてくれて、我々に落とし込んでくれるっていうのは本当感謝しかないですよね。そう思います。実際僕が今使ってるナローツーリングの車もそうやってこう試合
上がった車を今度にセッティング教えてもらって、でしかもなんかそれも言ってなんかちょっと左右のアライメント違いますよとかってアドバイスもらえたりして、でそれこそ場合によってはマシン走らせてもらって直してもらったりもしてもらえるので、いやすごくなんか嬉しいかななんて思っちゃったりもしています。そうですね、うん、僕もあの最近 AWD やってて、ただその、まあ、AWD ってやっぱりやってる人口が少ない中でやっぱこう自分のセッティングが独りよがりになってるんじゃないかっていう思いがあったんですけど、今日本当にあのエキスパートの大野さんにちょっといじってもらって、いやこの感じだったらいいよみたいなコメントいただけて、まあ、そういうところはすごい良かったなって思ってて、やっぱりその自分の車っていうのはそのもっと速い人にね見てもらわないとやっぱ分かんないこととかいろいろあると思うんで、まあそのまあ僕らもねまだまだそのなんだろう、あのまあなんていうか本当にトップのトップっていうわけでも僕はないの、僕はそうではないので、やっぱ教えてもらえることとかこういう風な機会がやっぱすごい勉強になるなみたいな。まあ、レースっていうのはそういう場なのかなっていう、そうですね、レースに行くことでいろんな人に話せていろいろ勉強になるみたいなね。でまあ今日我々がそういうふうに勉強してきたことを逆に今度はまた初心者の人たちにこう教えるっていうかアドバイスを求められた時にこうフィードバックできたら、まあいい感じでこう行くのかなって、その教えてもらった初心者の人たちがまたさらなる初心者の人たちに聞かれた時にまた教えられるっていうような流れができたらいいのかなみたいな気がしています、うん、というわけで、まあ一応、今年の、2020年のもう12月なんですけども、レースという形では今度の次の土曜日に、スーパーラジコン秋葉原店のナイトレースがあって、多分それがラストレース、そうですね、多分かな、多分、うん、まあのレースとかないですよね、うん、あったとしてもちょっともういけないかなっていうような気もするので、まあ、そこに向けて、まあ、行って、まあ、あとは、まあ、年末ちょっと忙しくなるけども平日練習とか、まあ、行けたらいいかなみたいな風に思っています、うん、というわけで中志さんなんかはどうなんですか、これから年末とか忙しくなりそうなんですか。まあ、ただレースにはちゃんと出たいですね、まあ、でもレースは来週あって練習とかは厳しい感じですかね。練習ちょっと平日が分かんないですね、うんうんうん、まあまあそういう感じで、まあ年末をなんとか無事に過ごして、うん、まあ来年一応今のところはファイナルの予定もあるということなので、まあ一応我々はファイナルの代表権、まあ前の2人は持ってますので2人とも GB6 の車両でエンデュランスクラスということで、はい、まあ、準備をしつつ、まあ、なんとか、頑張っていきたいなと思います。頑張ります、はい、というわけで今回は、まあ、今帰り道なんですけれども、吉見で行われた、ミニッツの地元チャレンジに参加してきましたというお話でした。どうもお疲れ様でした。またねー。